よし、行こう。さあ、じゃあ開封劇やっていきますか。やっていきましょう。ね、はい、じゃあ次ボリューム2、マインデニム編。はい、ね、マインデニム、はい、ザザザッとね、入荷してきました。いい色いっぱい入ってきてますからね。来たね、今回。これみんな好きやろ。あ、ちっか、もうシャツもいいね、これ。そうなんですよ。僕着ちゃったんですけど、これ実は僕オーダーしてて、はい。なんでもう、最初から着とこうと思って。なんならね、今回で実はこれ、俺の私物シリーズもあります。はい、ですね。これ俺の私物シリーズの、このサイド型。もうね、マインデニムの品番の中でも一番売れているという品番。はい。ね。で、ね、スタンダード品番なんやけど、まあね、これはもう、キムタクが、ね、着て着用しているということで、もうぶっちぎりむちゃくちゃ人気です。人気です。あ、でこれ後でちょっと僕私物あるんで、今日は後で来ますんで、こんぐらいね。まあちょっとザザッとね、そうですね、開封の儀なんで。はい。ではまずはこのウエスタンジャケットですね。はい。もうこれももう、ね、皆さん注目が高かったんじゃないですか。もう言わずもうがな。はい。これもう後ろ姿、はい、これ。はい、ね、これがね、一応ね、スタッツがスタッツっぽく見えるけど、実はこれ刺繍です。刺繍でございます。うん、刺繍で表現されております。はい。おしゃれよね、うん、めちゃめちゃしゃれてます、うん、で、ね、生地がちょっとこうレイオンっぽい感じで、ね、そうそうそう、トロッとした生地はね、またちょっと雰囲気がなんかこう大人っぽいよね。で裏地が、はいはい、出ましたね、はい、出ました、じゃん、はい、レオパード、はい、レオパード、このね、レオパードの裏地がついてるシリーズはね、すぐ完売するっていうジンクスがあるんでね、はい、多分早い方がいいです。でちなみに値段は、あ、安いな、これやば、もうやめよう。マジで安い。マジで絶対買った方がいい。もう、てか絶対すぐなくなる。これだけ、明日発売ね。そうです、明日発売だ、3月の2日、の12時から、一応オンラインと店頭で販売なんで、うん、ぜひね、これはちょっと見てみてください。はい。これはもう多分、速攻多分なくなると思う。安い。もうマジで安い。そうですね。うん、マジ安い。まあ、で10万の半額ぐらい。もう、そんぐらいで音取れもらって大丈夫、はい。はい。で、そしてこちらのね。はい。はい、これ、リュウセイさんのスパンコールシャツ。そうですね。僕がオーダーしてたスパンコールシリーズで。これでも、おしゃれよね。ストライプのデザインなんですけどね。うん、これ、スパンコールで全部あしらったデザインになってます。うわ、超おしゃれてるんですよ。しっかりわかりますね、ちゃんと。ていうか、これ、ん？首元ってこれなんかつけてる今。あ、僕がネックレスつけてて。はい。ていうか、うわ、これジャケット、わ、さっきのベッドフォードのジャケットもまさにそうですね。テイラードジャケットとかのインナーに使ってあげて、むちゃくちゃかっこいいね、これは。はい、僕もリコメンドアイテムだったんでオーダーしております。うわ、はい、これ絶対いいやつやん。超いいですよ。で、それで、ちなみに値段は、これおいくら前ですか。僕ダン59,400円ですね。あら、はい、あら、これで59,400円。そうですね。ちゅうことはよ、あ、これはやばいね。59,400円ね。じゃあどっちかよね。ということ。あ、まずそう。そうですね、はい。ということ、どっちか。え、これ、え、こっち買えるんですかみたいな雰囲気になるね。こっち買ってもいいかもしれないね。はい、どっちも。でも、ないよね。こんなデザインないですよ。こんだけスパンコール入っとって、この値段って逆にめちゃくちゃ安い。いや、めちゃくちゃ安いと思います、ほんと。とんでもなく安い。わぁ、これ、結構、これ。女子が着てもいいかも。可愛いですよね、間違いなく。マジでいいと思う。そうなんですよ。これ、ほんとなんかスラックスとかね、セットアップで着るのはもちろんなんですけど、うん、デニムとかで合わせてもね、相性がいいんで。はい、これはいいね。はい。こんな感じですね。ね、はい。じゃあ、シャツね。はい。じゃあ次。はい。スタンダードシリーズ。はい。デニムジャケット。はい。もうね、はい。これは言わずもがなのね。いわゆるサードタイプ。ね。サードタイプ。はい。もちろん。で、これはね、加工があるタイプ。ね、でよく、まあ、君たち本人が着とうのは、これ、もともとリジットを着とったよね。そうですね、リジットをだいぶエイジングさせて、はい、ああいう感じになっとるね。そうです、確かね、はい、これね、で糸も綿糸ね、もちろん、で綿糸やけ、糸の色が抜けてますね。であとほら、この加工ね、加工がね、マインデニムすごいこうリアリティのある加工でね、なんか、やりすぎてないっていうのが特徴よね。ですね。ね、ちなみにこれはね、サイズ1、2、3で入ってきてます。全サイズがあります。で、ね、俺がサイズは着用が2。で、うん、サイズ2なんで、ちょっとこれ後で、僕、私物後で着替えます。はい、そうですね。はい、じゃあ、はい、これね。はい、でこれ。もうこれも言わずもがな。もう S スリム。はい、もう大人気シリーズ。もう、はい、野口剛さんといえばのブラックのスキニーデニム。はい。もうこれはね、一回履き出すとやめられないシルエットと、あと履き心地がもう凄まじくいい。なんで、もちろんこれ俺も持ってます。なんならこれ、うちのスタッフ多分ほとんどみんな持ってる。全員持ってるじゃないですかね。全員持ってる。はい。で、ね、これ真っ黒やけん、色は、実際ね、履き言ったらわかるけど、抜けます。はい。色。抜ける。うん、抜けるけど、もう、もう、
色をね抜けるのが嫌な人はもうおるけど、もうしょうがない。しょうがないですね。もう色抜けちゃったなっていう頃にまた新しいの買い足してください。で今回サイズが29から34までが、はい、入ってきてますね。もう35、36かもないんだ。そうですね、35、36は今ないです ね、まあ、もちろんプライスもこれはもちろんね3万円ね、3万円ポッキリなんで、ぜひねこの辺買ってください。はい、ちょっと待って、ちょっと、まあ、一応あの今回のデリバリーっていうのはこの、4型が入ってきてるんですけど、結構やっぱそのスタンダードラインと、そして、まあ、こちらが、まあ、まあコレクションラインって言ったらあれだけど、そのあれですね、そのなんか今回限定のデザイン性となっております。ウエスタンジャケットとか特にやっぱそのバースデーではすごい提案がね、あの人気なアイテムなんで、ここら辺本当になくなるの早いっていうのと、このスパンコールとかは特になんかこうね、そういうちょっとドレスな感じの雰囲気が好きな方とかめちゃくちゃおすすめです。はい、そしてこれも、はい、バースデーの人気シリーズ、まあこれはもうマインデニムのベストセラーといっても過言ではないこの二型ですね。はい、こちらのサードタイプで、なんかそのパンツに関しては僕もそうなんですけど、僕ももうあのマインデニムこれ2本目の S3 も買おうと思ってるぐらい、あのやっぱその色落ちはやっぱ若干免れないんですけど、ただ僕ブラックデニムをいっぱい今まで買ってた人間としては抜けにくいと思います。これは抜けちゃうんですよ、抜けちゃうんだけど、どんだけ洗ってもその他のブランドに比べたら抜けにくいかなっていうところ。さっき抜けるって言ったけど、俺たちの着用頻度がエグすぎて、エグいんですよね。それからあの結構ね、店頭で入っとったらお客さんが、え、それ一緒のやつですかって、マジ俺、うん、結構言われるじゃん。確かに結構言われるけど、これマジで履きまくったら案外なる、ね、間違いないです。家が入る、いやしょうがないですね。本当ね、あのマジ俺結構びっくりする。後ろとかもバッチリ八丁さん入るし。確かに確かに、そんぐらい抜ける。まあでも抜けにづらいらしい、みんな曰くはね、うん、そうでございます。そうそう、もうあの本当着用頻度の話ね。でこれが俺がサイズが2でございます。これが、うん、でまあこれいわゆる、まあ、7050、まあ、スタートタイプのね形やけど、丈はちょっと長いんで着やすいと思う。まあ、よくねあのショートジャケット着慣れてない人はなんかこう丈が短くて着づらいとかいう人結構おるし、なんなら丈出るのどうなんっていう人、うん、これもね今までも、そうですね、これ多分洋服や販売にあるあるやんね。間違いないです。絶対聞かれるやん、うん、出過ぎてないですか。はい、出過ぎてないです。出過ぎてもいいですというね、はい、それもバランス次第、ね、出過ぎた方がいい時もあるし出らん方がいい時もあるしね、うん、それもバランス次第で、今はもちろんもともとインしとったけん今インしとるけど、まあそういうことね。そうですね、まあ、こういう感じで、まあ、袖先も、まあ、ちょっともっと戻そうかね。もっと戻して、俺サイズ2でほんとドンピシャジャスト。でもこんぐらいあのなんていうの、まあ俺ぐらいあの結構ガンガン着とって着用しとくともう結構味も出てくるんで、うん、なんかガンガン着倒してあげるぐらいの雰囲気で合わせてもいいんじゃないかな。で意外と俺結構好み的に最近結構ワイドのパンツにこうやって少しちょっとコンパクトめなジャスト寄りなサイズ感で合わすのが最近好みで、一応サイズは2なんで、まあ、まあ一応ここの人ブリュースでも2いけるもん。2で全然大丈夫です僕は。はい、これ大丈夫ですね。ここら辺はまあ早めにちょっと見とった方がいいかもしれない、はい、まあね、こういうのほら結局春先1枚で切れちゃうアイテムなんで、うん、はい、ね、これ辺はえこれ今ちょっと値段は変わってないよね。そうですね、値段は変わってなく5万5千円というね。で変わってない、ね、5万5千円、はい、はい、ってことはじゃあ全部6万を超えるアイテム1個もありません。はい、ね、ということでね、まあこれ全部ね明日発売の、明日からの発売になってるんで、はい、ね、ぜひね今週末、見に来てください、はい、ここら辺ね。まああとはそうね、また明日、また明日またデリバリーあるの？そうなんですよ、デリバリーが明日の入荷もあるんで、いや多分あるよ、ね、はい、ま、そちらの方もまたリールであのご紹介したいと思います。はい、はい、またじゃあ次回また楽しみにお待ちください。店頭で待ってます、はい、ありがとうございます。